こんにちは、ブルーホースです。ブリリアントブリブリ続きやっていきましょうか。ようやくトバリシティにたどり着いたところですね。これは銀河トバリ入って、あれ？ジムリーダーに挑む前にもうここってなんかできたっけ？できてるのか？できるのか？銀河団の心へ、すべては銀河団、我々は、あれ、これでなんか、ワープでピョイーってできるんじゃなかったっけ？あれ？無理系？まあまあまあ、じゃあいいや。まあ、ちょっと待ってね。ではなく銀河、宇宙エネルギー！まあ、宇宙のエネルギーがね、使えたらそれは立派なものだかもしれないんですけど、日々緊急しているのさ。いやー、なんもなかったね。じゃあ、もう中だるみしてもあれなので、早速ですが、ジムリーダーに挑んでいきましょう。果たしてジムリーダーに勝つことができるのか。まあ、ポケモンなんでね、なんかその、アクションゲームと違ってさ、なんかゴリゴリにやっていくっていうよりは、まあ、ゆるくゆるくやっていきましょう。ファッションスタイル。ファッションスタイル。あ、そうか、ここで着替えれるんだっけ？あれ、例えばさ、水木ってどこよ？この辺にいるじゃなかったっけ？水木って。水木。あれ？トバリじゃなかったっけ？だから、どこからでもそのポケモンの子、ああ、もうハゲたおっさんしかいなかったわ。おばちゃんがいなかったことにしてるけど。あれ、水木？違うね。あなた、あれ？天眼、カラなくし。カーラがなくなって、カーラとブーブー、やってくれるかい？じゃあ、こっち行って、こっちは、なんだ、石に囲まれた空間。急な自己紹介。あ、ちょっと待って、なんかいたぞ。なんかいたぞ、女の子が。女の子がチュー、君とチュー。でもその前にこっちに入ってお邪魔しまっち。お姉さん、僕とパクパクしないよ。ああ、ぜひぜひ。もちろんフルダチンです。でもフルダチン、なんかよりガチガチになっちゃいそうな気がするんすけど。ねえ。どう思うみんな。フルダチンが女の子にマッサージされたって、フルダチンも男の子だからね。それガチガチになっちゃうよっていう話だよね。うわぁ、超怪しい。いやいや、逃げないで。本物のエスパーは 5% くらいじゃないか？いや、多分本物のエスパーいないです。あまりそういうの信じないです。あー、見つかったー。僕と一緒に、直接的なこと言っちゃう。あ、もちろんポケモンで、じゃあね。それだけ？たまには私とバトルしないって、ベッドの上でギシギシしないとか言われるのかな。おっすー、ゴリゴリにおっすー。こいつら確か4兄弟じゃなかったっけ。まあいいや、やろうぜ。俺たち空手の4兄弟だよね。やっぱそうだよね。ゴリゴリに勝負しようぜって。白、あー、四男坊から来たか。ってことはあれだな、白、三郎、二郎、一郎ってどんどん強くなっていくスタイルだろうな。まあでもボーリキーってもう見た目がもうすでに強そうな感じがするんだよな。ということで、トレース、根性根性論で再起光線。おお、ビビ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 、まあ、根性ではどうにもならないというのは前言撤回。めちゃめちゃなるやん。いって、あー、そして素早さが下げられて、さすがにレベル 26？ あれ？ってことは、このレベルで挑むと、さすがにあれか？もしかしてだけどさ、スモモちゃんめっちゃ強い。レベル35とか出してくる。でも俺まださ、言うこと聞けるポケモンがまだレベル30が上限とかなんだけど、もう超ギリギリ出してくるの。ゴーリキーが強すぎて朝なんか大したことないんじゃない？あー、ちなみに、竹豊ゲットしてます。竹豊ですね。はい。お馬さんだから、ジョッキーさんで名前がわかる有名な人が、すいません、その方しかちょっとパッと浮かばなかったんで、ね、エポナとかでもいいかなと思ったけど、やっぱエポナはね、唯一無二の白い馬ですからね。はい。まあ、スーホでもよかったかもしれないけど、シーロの、スーホの白い馬ってさ、なんかさ、ホースとスーホで何してんだ？ペインツー、おめえの、早いのかよ、いってぇな、にゃろ、よくもやられたな。しかもノーマルタイプ持ってるから、普通にダメージ食らっちゃうんすよ。痛い。はい。だっと、こいつはでもそんなに、だよね。大した経験値くれないよね。どうっす、お腹が減って力が出ないよ。なんだ、ただのアンパンマンか。アンパンマンはいいんだけど、ちょ。ああ、閉めちまった。違うよ。
おめえさんと戦いたいんだよ。てかまずあのまずは全員と戦って全体像の把握から始めたいところっすね。はい、ということで勝負しましょう。勇気の拳、じゃあ俺知恵の拳、やつは力の拳、ドライフォース、ジローだった、サブローかと思ったらジローだった。はあ、聖剣好き。去年じゃない、去年は言い過ぎか、半年ちょうど1年くらい前かな、琉球からってが近くのイオンモールですね、まあ、近くの近所のなんかその来てくれたことがあって、その時にその見てた琉球から見てさ、いい強かった、モモピー、そうか毒弱かったんだな、まあいいや、じゃああとちょっとだし、とりあえずゴルダチにも頑張ってもらおう。そろそろ君ドダイトス目指して頑張らなきゃいけないからね。ドダイトス、ドダイトス、キャップキャッチャー、やっぱあれだね、力にかまけて素早さはそこまで高くないのかもしれないね。でもこういう体、まあ、足はあそこまでいらないけど、まあ、ちょっと憧れるというかなりたいなと思ったりする。ボーリキー再びか、再びリキーか、ボーリキー強えな、これ大丈夫かな、なんか急に一物の不安が湧き起こってきたんだけど大丈夫かな。一物が不安っていうのは急に立たなくなるとかそういうおうちに、みんなことがどうでもいいんです。下がりなさい、お前に攻撃力が下がってしまったらもう何もすることができないんです。そういうところでツバメ返し、90、180、さすがに死なないですね、さすがにと思ったけど死んじゃう、うげー、あ、よかった、毒るかと思った。はい、電光石火、シュン、オッケー、スモモモモモのモモのうち、さよなら、タタ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 、よしいいね、滝歌子もレベルアップ。ギャル、このタイプってなぜ、急に怪力じゃなくてそっちになるのね。なんかもっといなかったのって思うけど、じゃあいいや、はい、あ、違う、違うです、違うです、ナメプオス、それは蹴られるわ、いてー、やっちまった。もうなんかそういうのやっちゃいけないっすよね、本当にもう何やってんの私、あいや辛い、やっちまった、アホなことをしてしまった。チャ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 、白、白、次はサブロ、一郎は多分ね、一匹だけ出してきて強いやつって気がする。ということで死んじゃったんで一旦回復しに戻ります。入ってきたドラえもん、さあやろうぜサブロ、圧倒的バトル、俺の希望の拳、じゃあお前には絶望のケタグリをしてやろうじゃねえか。サブローが1匹だった、ことはこれ一郎 4匹持って、その4匹なの、あ、しかも朝なん、レベル27と見た、27の朝、しかも朝なんか、朝なんということはヨガパワーなんだ、鶴岡さんか、あ、じゃあこっちのがいいんだね、ちょっと待って、レベル28だった、あ、見透かされている、私が今何を考えているかということは、あなたは見透かしたということですね。そうです、私は今頭の中がピンク畑でございます。いや強い、うん、どうしようかなとなったら、まあ、下手が、なんでだよ、違うだろ、そうじゃないだろ、もっとなんかあっただろ、技が、あれ心の目って、だってさ、爆裂パンチとかそういう技を使う前のターンに使っておいてさ、命中率50から一気に100に上げるとかってそういうコンボ技じゃなかったっけ。まあまあまあ、そんな細かい話は多分コンピューターっていうか、まあ多分サボロの頭の中にはインプットされてなかった。おっす、いや一歩一頃じゃなかった気がするよ、安心して。ホイットニー・ヒューストンで、ちょっと待って、こっち行って、で、こっち行って、で、ここやっといて、あ、そうだね、そういうことだね。で、こうして、こうして、めちゃめちゃ行くやん。ゴリゴリに帰っていくやん。で、こっちやっといて、とりあえず一郎が、あれ俺だけ、なんでこんなほっとかれてるの、すぐ戦えるのに、まだかな、まだかなーって待ってるところなんだけど、まあ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 、やっぱ、じらしプレイって大事じゃん。こう自分のその弱い部分をさ、こう触ってもらえるか触ってもらえないかのこう瀬戸際をさ、スーってやってきながらさ、いざ触られた時にハッってこうピクってなる瞬間とかっていうのがやっぱ反応としてたまらなかったりするよね。はい、ほら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 、そういうことだろう。で、あ、ちょ、いけ、この微妙に押せるか押せないかっていう難しさが、あー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 、
愛の拳か、じゃあ俺は恋の拳をやってやろうじゃねえか。愛というのは受け取る心と書いて、愛、お前4体じゃないんかい。そう、そして恋は大いなる心と書くんです。だから一方的なものが恋、愛になると相思相愛。あなたと私、相思相愛。トビー前浜さん、ありがとうございます。ということで、まずはチュッチュしましょう。チューチュー、ブッチュブッチュ。まああれだよね、ルージュラにチューされるよりこっちのがマシだよねっていう話だよね。ということで回復させていただきます。マックスです。何しつこいでやんすね。うわー、睨まれた。いやー、愛の拳だ。最近甲子園ビビ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 ビ。とりあえずお亡くなりになってください。気持ち悪いですな。髪の毛じゃない、その頭の中、トサカ3本って何なんだろうな。ゴーリキ、ゴーリキ、まあこのままいきますか。サイケ光線、サイケ光線一撃、あ、でもそっか、レベルがまだ27のままだから上がってないんだよな。リゾチームとか、そう、あのね、一応、その、買ってるところとかを映しても、こう皆さんが退屈かなと思ってやってないんですけど、一応ね、あの、デパートー、わおマジか。おーめえ、ほんとステータスがカスカスだな。じゃあもう竹豊でいきますか。この残りの HP だから竹豊でなんとかなるっしょ。あー、でもね、こいつもね、結局ね、なんだっけ、火炎車くらいしか強い技がないんだよな。火炎車で強い技と言わざるを得ないくらい、こう威力の低い技しか覚えてくれないってね。まあ、辛いところだよね。まあいいでしょう、いいでしょう。よし、ドンパッチもレベル30。いいですね、いいですね。そしてまた、そしてまた、ゴーリティか。よし、あ、じゃあアルギニンに行こう。そう、また戻るはめになる。これでも戻ったら、あれだよね。めんどくさいよね。元気のかけら持ってるっけな。元気のかけら持ってるんだったら、それでやろう。威嚇、とりあえずお前の攻撃力はダウンです。で、ツバメ返し。ツバメ返しも20あるからね。一生一緒にいてくれやー。ギリア、ありがとうございます。もうほんとギリギリ壁の上じゃねえ。かけだね、ほんとに危な。シュシュン、あちょー。さあ、私のことを目で追うことができたかな。追うことができてないからダメージを食らって、いてて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 てイチロー。ちゃん、さすがイチローですね。むけー。あ、お前おっぱいに顔押しつけやがったな。俺男だけど大丈夫。そっち系、お、やった、タタタタン。急に即戦力、まあ、元々戦力なんだけどさ、強いかどうかは別にして、俺レントラーのフォルムマジで好き。めちゃくちゃかっこいいよね。もう中二病の心をくすぐってくれるっていうのがもう最高だよね、本当に。レントラードンパッチありがとう。名前だけが終わってるけど、42キロ、 1.4キロ、ゴールデンレトリバー並みですね。ちょっと待ってね。じゃあ、バックを除いて回復薬の中に、あー、ないですね。ということなので、一旦また、あいつが戦力としていないのは辛いので、戻ります。戻ってきた、梅トラマン。ということで、多分これ、お、あ、ですよね。全部が戻ってるよね。ごめんね、みんな。ということで、ナズトキタイム。ということで、さあ、しれっとやっていきましょうか。じゃあ、さっきあの攻めることができなかった右側じゃない、左側からやっていきましょうかね。ホイッド。で、これは、あ、上側はやれてないから、上側もやっていきましょう。よし、こっち。こち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 。やばくすぐよーって。こういう謎解きとか前に何なら飛ばせよって思ってる方もいるかもしれないですけど、やっぱりね、僕がね、これを流しておくことによって、あ、俺もそうだ、ブリリアンダイヤモンドやってみようかなって思われる方がいた時にね、あ、こうやって解いてたんだなこいつはって、たまにはやるじゃん、ずっとバカだと思ってるけど時々は賢いこともやれるんだねっていう、なんかその勇気づきになるかなと思ってるんで、一応やっています。あれがバカだ、まあバカなんだけどさ、バカなことしてるよね。あいつ全然やる必要なかったよね。ということで、さよならバイバイ。俺はこいつと旅に出る。違う違う違う。よし、オッケー、スーッと。で、こっちで、サーシャ。サーシャと言ったら、皆さん、どのサーシャを思い浮かべますかね。まあ、俺2人かな。あのサーシャとあのサーシャだよね。どのサーシャ、どのサーシャ。あのサーシャですよ。ウォーキングデッドと、チャ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 ラチャチャチャラの方のサーシャですね。進撃の巨人。進撃の巨人もね、ようやく、ようやく、
くあのエレンをボコボコにしばき上げる直前のところまで来たね。まあゆっくりスローペースで見てますよ本当に。あのアマプラの方でね、あの閲覧じゃねえ見ることができて本当に感謝感激雨あられてることなので、まずはでもやっぱ特攻隊長行ってもらいましょうかね。よし、じゃあ行きましょう。かぶって全然見えへん。あーびっくりした。はじめまして、よろしくお願いします。私、ジブリーダースモモって言いますねん。どうしジブリーダー誰だろうか強いって自分で言うことはよく分かってないんどすけど。ジブリーダーとして私なりに真剣に頑張るんで、どっからでもかかってきてください。あの、鼻の上に乗せているね、なんだろう。絆創膏が中二病というか、そんな感じがするよね。オッケー、スモモ3体。スモモの3体なんですね。朝なんからさ。けど、ゴーリキーと最後確かルカリオが出てくるんじゃなかったっけ。波動拳うん、咳が出ちゃった。じゃああでもさ地面系がある炎タイプがいるからいいのかということで、容赦なくまずは弱点をついていきましょう。ありゃあ、OK、一撃必殺。おめえの一郎二郎三郎四郎に出てきたゴーリキーの方が強かったぜ。よし、モモピーありがとう。甘えるモモピーの甘えるか。いやーでもここは怪しい光の方がいいかなと思いますんで、はい、チャンベルもいる。あ、チャンベルあれじゃね、進化するんじゃねってことは、また違うポケモンにやっていこうと思うから、とりあえずじゃあモンピー行こうか。モンピーな、地震とか食らったらまたなんか秒で死ぬんだよな。防御力は低いのかな。ちょっとあまりステータスをちゃんと確認しないですけどね。でね、あの前回ちょっとあの裏の方で性格とかを見たら、一応その特攻が高い性格だったりとか、そのポケモンにのこの、ステータスが高かったらいいよねっていう性格にたまたまうまく当てはまってたから、結構捕まえたポケモンとしては当たりが多いのかなっていう気はしてた。なんかまたワイルドな技を使ってますね。あぶね。これはよろしくない気がしますね。よろしくない気がしますね。ドリンキスチュッチュさせてー、モーマピー。あー、ヤマピーやばいな。ヤマピーが辛いですね。くそ、これモモピー。あー、結局モモピー。なんかこのままなんか何回も禁止、もうこのパートだけ3回も禁止させてるから、なんか嫌われてしまいそうな気がしてならないっていうところですね。ということで、葉っぱ買った、さらばだ。マッサージってギンギンになっているフルダチンの葉っぱ買ったを受けてみろ。ありがとうございます。で、最後、そうだよねってことで、じゃあ滝豊かで、滝豊かで頑張れるかな。あれ、剥がれ対策だったよね。だから、にっちゃで、多分3ターンくらいで倒せるんじゃないかなってことを信じて。あ、よく見ると可愛い。ダメだ。俺はナタネ一筋なんだ。ナタネ一筋で頑張っていこうと決めているんだ。ですよね。いきなりお前体力マックスなのに回復してる。強すぎる。豊かちゃん、マジか。これ、やばくないですか。豊かっちやばくないですか。じゃあ、もうあなたのレベルを上げる必要は一切流さないんだけど、とりあえずじゃあリベンジしましょう。嫌な音かよ。なんでここで嫌なことしてくるんだよ。くわー、下がっていく。ってことは、これあれだもんね。リベンジ意味ないもんね。だから、とりあえずパンチ。いいですね。効果バーチ軍だ。プラパッパッパッ。私ピンチ、そうですね、ピンチ。なんでお前そんな冷静なの。なんかさ、格闘家だったらもっと熱血的にやばい気がするですよね。俺の方がやばい気がしてきた。今日これマックスになるんじゃね。ですよね。うお、強い。やばいぞ、これは非常にやばいぞ。じゃあ、ね、一撃でぶち殺されてしまうと、もうどうにもこうにもサッチもニチもブルドーク、へーっていう、そんなくだらないこと言ってないで、うわー、ちょっと待って、こいつでいくしかないで、鋼タイプだから、こいつ、とりあえず攻撃力を下げておきましょう。攻撃力を下げることによって、いや、なんと、痛かったなこうなったらあれか、でも、おめえの方が早いのか、やばいです。こうなったら、一旦、どこまで減らせるかは分からないですけれども、ルカリオ、でもドレインパンチされて、結局、強いんだすよね。じゃあ、とりあえず、トリドンパッチで、にらみつけるをしよう。にらみつけるをしまくって、威嚇で、ああ、いいですね。さらに攻撃力が下がっていく。いいな。防御力を下げたところで、ビルドアップで、こう、防御力、なんかすごいゴリゴリに成長してやがる。ここで防御力を上げていくスタンスですね。いやー、狙ったら意味がないから、とりあえず、スペーク
頼む、ポルノグラフィティ、ポルノグラフィティで、いや、攻撃力がまたまた戻ってってるんですよね。頼む、頼む、頼む。とりあえず、とりあえず、もう、じわ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 、体力さえ削れればそれでいいから、もう、持久戦になって構わない。あー、いやー、微妙ですね、スパークって。スパークって麻痺してくれないのか、おめえ、どんだけビルドアップするんですか。防御力それ以上上げられたら、私の付け入る隙間がなくなってくるんですよ。助けて、助けて、誰か、頼む、頼む、頼む、行って、無限ループって怖くねっていう状態にしよう。なんならもう嫌な音でもかましてこいよ。そしたら俺もう速攻でポケモン帰ってやっから回復するんじゃねえよ。体力マックスになってんじゃねえか。くわー強すぎるぞ。あーちょっと待って、ニトロチャージが使えないままに減ってしまったことが非常に痛いディアンス。とりあえずいい傷薬って回復しましょう。うおー、これやばいな、やばいな。このままどうするどうするどうする。いや、こんな白熱した戦いにまさかなってくるとは思わなかったな。いやー、いやー、ドレインパンチ無限ループって怖くね。はぁ、なんで、あっ、待って、急所、急所女の子の急所に当てるなんて、なんとエロス。あいつのスパイスが高いんだよな。ちょっと待ってね。成長って攻撃と特攻か。攻撃と特攻か。ちょっと待ってね。いや、でもこうなったらアルギニングしかないな。しかもこいつ攻撃力が永遠に上がってってんだよな。とりあえず下げよう。そうか、ビルドアップしてから強いんだよな、こいつ。しかも。いや、やばいな。どうしよう。影分身か。影分身で、逃げていくしかないか。とりあえず影分身、嫌な音を外したまえよ。やばい、これ一撃必殺されるぞ、このままだと。ちょっと待って、ちょっと待って俺の方が早いだろう。で、アルギニン、もう一回マジかよ、これはやばいぞ。これしかも急所かよ、それは死ぬわ。うんぎょうがが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 、うやや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 、ちょ待って、ここ本当にドピンチなんだけど、とりあえず、効果今一つのようだ。効果今一つじゃないんですね。そうなのか。いやー、削れなさすぎてビッグラコを引いた。こうなったらもう、我慢比べですね。ちょっと待って、43減ってんだら、43ってことは、もうちょっとなんか、ミックスオーレが70で、傷くせ、いやー、ダメだ、いい傷くせ、これ、急所だけは食らうな、急所だけ食らったらマジでやばいから、とりあえず、嫌な音と、あれ、波動弾使ってなくない、あれ、ドレインパンチ、ビルド、しか、そうなんで、防御力を上げられてしまったら、私もう、つけ入る隙が全くないんですよね。じゃあ、一旦、俺だって成長しちゃうもんね。嫌な音、嫌な音は嫌です。これはマジでピンチ切った。頼む、回復アップ、チュ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 、攻撃力が上がって、特攻も上がって、メガドレイン、さあどこまで減らせる、ドレインパンチ、頼む、やめろやめろ、うわー、出た、ババラババラババラ打ち、強すぎる、これ、あ、情けねえ、シンプルに情けねえ。あ、いやー、マジか、ジムリーダーでやられるなんてことはもう何億年ぶりだってくらいやられたね。ルカリオ強っ。いや、マジか、そうですか、そうですか。いやー、はーやー。そしてチャンベルレベルアップさせられなかったし、そうですか。ちょっと待って、じゃあこうなったら、ちょっとチャンベルをゴーリキーにするだけして帰ってこよう。くっそー、いやー、ちょっと予想外でーす。さらに予想外です。ほら、あんたの後ろに何がいるのかな。くっそ、誰、マジかよ。
かなみ、昔の教え子にかなみって名前の女の子がいた、ちょっと独特な感じの子だった記憶があります。いやー、そうかー、そうかー。いやー、まさかのこうスモモをぶちのめすだけの感じで終わるとは思わなかったな。いや、1パート多分これで終わらせるくらいの時間になりそうだな。いやー、面白いなポケモンって。いやー、やっぱり面白い面白い、本当にたまらんちきしょってところですね。ユンゲラー、ユンゲラーはじゃあもう滝豊かに頑張ってもらおう。ここは、うん、滝豊かに頑張っていただきましょう。 OK です。OK、 じゃあ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 、じゃあ防御力が低いからとりあえず2ターンくらいでと思ったけど、おめえ早いだよね。あ、やばい、死んじゃうぞこれ。あ、ちょ、いや、あ、でも素早さが上がったから多分俺の勝ちになると思う。素早さ上がれば俺の勝ち。そう、やっぱあれだね、影分身とかやっても1回くらいじゃ大したあれじゃないんだな。アスカナのタイミングで影分身しまくってみるか。じゃあ1回な、うん、パフ。あ、でもここでレベルが上がっちまったらあれなんだよな、あんまりよろしくない気もするんだけど、とりあえず、お、あ、でも毒そこそこ高いのか。じゃあ相手を減らして、あ、いや違う、ニトルチャージでどうせ素早さが上がるから高速ではいらない。うん、 OK、 友達マリア通る。で、ムーマ、ムーマ、いや、あなたのレベル上げましょう。今ちょっとレベルが上がったところだけど、とりあえずパイン、いやー、まあ、パイングルマンって、それはもこっちの方が高いんですけどね。うわー、防御力高いですね。防御力、こっちは防御力が高いのか。違うな。こいつの素早さ、じゃあこいつの攻撃力が低いという取り方もするよね。そうで、パイングルマン、あれまー。え、マジか。え、これ大丈夫か。弱り目にたたり目？ああ、普通に攻撃の技だったの。なんか TP とか削る技かと思ってたけど。意味ないんだよな、意味ないんだよな。じゃあちょっとモンフィー頑張ってもらおうか。うん。あったもね、要なんですよ。要なんだけど、うん。冬になったところであまり意味もない気がするんだけど、ドレインキスとかどうなんだ？とか、そもそも、じゃあ俺ゴーストとさ、エスパーのその相性を間違ってたんだよね。素早さ早いし、ほんとおめえ自分を攻撃しなければ勝つ。よし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 、中ュッ。いや、残るんかい。マジか、残るのか。念力、あれ意味なくない。なんか暴走技たたり目とか使ったらよかったじゃない。あ、でもフェアリーには効かないのか。フェアリーがいまいち、そのだから相性を何度でも言うけど分かってないっていう現象なんですよね。よし、オッケー。さあ、これでゴーリキーにもなるし、ちょっとはステータスが上がるから、あれ、これでゴーリキーにならなかったら俺何してんのってなるけどな。まあレベル1個ずつ上がったし、まあリベンジマッチということで頑張っていきましょう。ならなかったよねー。マジか、ならなかったのか。そっか、え、どうしよう。リアルにどうしよう。ザロクの実ってなんだ。とても仲良くなりやすくなるが、いや、そんなの困るな。まあいいや、でもとりあえずカゴの実、アイちゃんの実やな。アイちゃん、アイちゃん埋めましょう。カゴ、カゴ、あれ、カゴ、カゴ、あったあった、よし。ウィンでお盆の実、あ、お盆いいね。お盆ボンボボンボン、ゴーゴー、お盆ボンボボンボン、ゴーゴー、お盆の実は一番下にある気がするですよね。少しだけ回復、30くらい回復してくれるんじゃなかったっけ。あ、ちょ、まだ、はいはいはい、早とちりんこしなくて大丈夫ですよ。パンパカパピン、で、ふかふかの実でクラボクラボってるから固まっていこうぜ、チュー。いやー、ちょっと待って、マジで辛いな。よし、じゃあリベンジマッチ、一旦勝つ。リベンジマッチ戻ってきた。これまさか、あの、あたかも初めて会いましたみたいな感じじゃないよね。あ、俺が弱すぎてもうお前欲にねえからっていう感じにされてしまった。悔しすぎる。マジか、お前絶対ボコボコにしてやる。
あ、悔しいな。まあリアルをお届けするっていう、もうなんかいろんな実況の中でさ常々言ってることだからさ、もうカッコつけずに行きますよ、もうダメだったっていうことをねちゃんと見せていかないとダメですよということで、まずはもうアルギニールで行けるところまで行こうと思いますよ。まあ弱り目に畳みを突かれたらあれなんだけど、心の目か。ヘイフラッシュ、あ、ちょっと俺の命中率上げんのかよ。あー、それはまあいいか、別に構わないか。うん、いや、あのツバメ返しがあるから関係ねえな。あ、びっくりした。さあ、シュ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 、さあ、これでどうだ、これでどのくらい、あなたが強くなるのね。まあ、ビルドアップって大事かな。血管拡張作用でやっぱあのアルギニンとかを入れるとね、あのゴリゴリに成長していくっていうやつですからね。ということで、はい、あと、今で3回目ですね。まあ、3回使うから覚悟しなさい。もうこれで私に攻撃は当たらなくない。うわー、物理、光の壁は物理じゃ特殊か。あー、じゃあ俺特殊使わないから安心して。うん、エスパーには強くなるかもしれないですけどね。エスパーで物理とかあるのかな。サイキックパンチとか言って、キックなのかパンチなのかよくわかんねえみたいな状態な。よし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 、順調順調順調。初めから戦い方をちゃんと工夫すればよかったね。もう常にあのなんかあのブリブリに攻めていかなきゃいけないってところだったもんね。よいしょ、OK。 よし、じゃーん、チャチャラチャチャラ、 OK。 じゃあ、6回やったからツバメ返し、もうお覚悟せいよ。あーちゃー、あー、さすがビルドアップされているだけありますね。当たるわけがないだろうが、いや、もう手加減しない。いや、おーめーさん、ここでそんな強い薬を使う。ということはこれさ、さっきのルカリオであそこまで削ってたとしたら、しかも あの削り方しかできない状況だからさ、あれをやってたとしたらもうまさに普通にやられて、おお、めちゃめちゃ使ってくるやん。え、つらっ、待て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 、待て、行こうせっか、ちょー、よし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 、じゃあ翼で撃っちゃいましょう。ペチッ、オッケー、よし、終わり。翼で撃ったらマヒルとかそういうのないのかなって思うけど、どうだ。よし、オッケー、ウルダチン。攻撃力が2上がって、うわ、すごい、特攻の2倍あるもんね、攻撃力がね。うん、よし、じゃあ、そのまま戦います。うん、もうゴリッゴリに押していきます。ゴーリキ相手にゴリッゴリにキーでいきます。わー、おっきいな、ゴーリキ。あそこはなんか小さそう。なんかあの栄養がそのチンチン以外のところに持っていかれてそうな感じがするもんね。お前そんな技を持ってたのか、危ねえ、ピンチ。そうなんだよな、そうなんだよな。くおで、く全部く。そう、あのね、命中率に関係ない技を出されたら終わるんだよな。しまったなってことは、あ、しまった、ああよかった、俺の使ったの。これ電光石火使うべきだったかなって一瞬思ったけど、よかったよかった、ゴーリって揃ってよかった。トランクスみたいな感じですね。よし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 。あ、でもそっか、波動弾使われたら終わりか。どうしよう、しかも素早さ下がってる状態だもんな。いや、そんなことない、波動弾なんか使ってこない。当たらない、おら、よしよしよし、3分の、いや4分の1かな。ドレインパンチ当たらない、残念だったな。せめてビルドアップしてどんどん自分の能力を上げていくことにかけてな。これって私ピンチです。さっきもそのセリフ言わせたんですよ、当たらない。よっしゃー、勝ったー、よっしゃー、よっしゃ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 、リベンジ成功。あー、よかった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 、あー、よかったよかったよかった、本当によかった、あー、よかったよ。もうみんなすいませんでした。怪力だけに怪力を覚えるってか、ノーマルタイプ、ポケッチの秘伝技の一つ。まあどれがいいかな、畑落とすは覚えてた方が、当て身投げがいらないかな。うん、まあ、後から攻撃するんだったらもうリベンジで十分かなと思って。はい、うん、辛かった。うん、あ、俺の方が負けてんだけどね、ボッコボコに負けたんだけどね。今レベルアップする、いや今進化するのね。あー、まあ無料。よし、じゃあ次に何を進化させるかっていうところはちょっと考えながら、うん、進めていかなきゃいけないですね。70.5キロ。
サメさんに負けたところか俺ボコボコにされてくかなあなたに、うん、6枚抜きくらいされたんじゃなかった確かこぼるパンチありがとういやーマジで強かったあれドレインパンチをくれるんだっけスモモのシーン60あーそうだねドレインパンチだねよしよしこれを使うしかないねあのですねあの相手の体力どんなパンチなんだろうな吸い取るとかだったらわかるけどさドレインパンチなんか手の拳からなんか奪っていくみたいなのかなんかナルトの技とかにやりそううーですよね泣きっ面に恥するキカキ様どういうつもりだあロス俺が悪いんだけどうっかり落としてお気持ちがギガだ俺が助けてそこの前で待ってるから絶対にお願いだよわお助けてと女の子に言われたので向かわなきゃ男じゃないっしょっていうところなんですけどもうちょっと精神的にやられちゃいましたのでポケモンを回復して一旦終わりにしたいと思いますはいで剛力は首にしますんで、違う何かの育てようと思ってるポケモンを連れていこうかなと思いますんで、一旦ねこの辺で終わりにしたいと思いますということでね今回も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたまた次回パートでお会いできたら幸いの極みですチャンネル登録もよろしく心の励みになりますではまたチャオ